このビデオでは、ビデオポッパーが外から見てどのように機能するのかといったことをテーマにしてお話したいと思います。今ですね、見ていただいているブログがあるんですけれども、こちらにビデオポッパーを設置しました。このようにですね、読み進みスクロールしていくときにですね、はい、このようにですね、ビデオが突然ポップアップするんですね。そしてこのビデオをですね、再生します。はい、5秒後にですね、B ブラザーアップデートを購読するよと、コールツーアクションボタンですね、こちらを設置 することができます。まあ、どこにこのですね、インコンテンツトリガー、コンテンツの中にトリガーを仕掛けるんですね。見えないんですけれども、まあ、確実に発砲する場所を選べます。はい、これはですね、例えば一つの方法としてはですね、ヒートマップでお客さん、訪問者がですね、どこまでスクロールダウンして、その後放棄したかと、まあ、そういう客観的なデータがあればですね、もうそこをトリガーの設置場所に指定することができます。そしてまあこちらクリックすればクローズで閉じますね。はい、そしてまたビデオが差し込まれた部分、発砲した部分で空いたスペースっていうのはビデオを消すとまたコンテンツが復元していきますね。はい、このようにですね、非常にですね、訪問者の注目を勝ち取るっていう目的においてはですね、もう画期的なものなんですね。はい、なおかつですね、今回提供するビデオポッパーにはですね、最上機種としての機能拡張プラグイン、こちらビデオポッパースプリットテストというまあものも追加しておりますので、あなたが作った、まあ、例えば2つのですね、ビデオ、どっちがより効果があるかなっていうことで、スプリットテストを行うことも できます。はい。まあ、あとですね、設置はですね、もう呆れるほど簡単なんですね。ちょっと見ていただくとですね、まあ、こちら、今の記事の編集画面なんですけれども、この右側にですね、赤いですね、再生ボタンがあるもの、これがビデオポッパーの、まあ、挿入ボタン、そして右側がですね、クエスチョンマークの赤いボタンなんですけども、こちらがスプリットテスト、どちらもですね、クリックするだけで、まあ、選べるんですね、どれを発砲させるかと。まあ、順序としては、まずどこに発砲させるかを決定してから、このボタンを押すと。はい、まあ、私の場合ここなんですね。このようにショートコードが自動的に入るんですね。もう そうするとですね、そこに発砲すると、もしスプリットテストのボタンを押してショートコードを入れればですね、まあ、そこでビデオが入れ替わってどちらが効果があるかなということを、まあ、検証することができると。はい、まあ、このようにですね、非常にシンプルなんですけれども、その効果は絶大と、特にヒートマップと組み合わせることによって、まあ、さらにですね、効果を高めることができるということでですね、非常に、まあ、効果があるよといったプラグインになります。はい、ありがとうございました。